では今日のゲームハイライトで振り返っていきます。イーグルスの先発は美馬です。立ち上がりワンアウトからマーティンにツーベースを許してワンアウトランナー2塁。ここはピンチを迎えましたけれども、鈴木そして4番のエアードと打ち取りました。マリーンズ先発は今シーズン楽天戦3試合に先発して防御率 0.92、 抜群の相性の良さを誇る二木です。まあ、マリーンズの方もセンターの荻野貴司がこの二木のピッチングを盛り立てます。0対0でスタートしてでは2回です。ワンアウトランナー2塁というチャンスを作ってルーキーの渡辺義明、これが先制タイムリーになりました。まあ、苦手二木から1点を先に取りました。でこの後なおもチャンスで堀内にもタイムリーが出ました。2本のタイムリーで2回の裏イーグルスが2点を先に取りました。3回です。今の方は2アウトランナー3塁1塁、ピッチを迎えて鈴木大地でしたけれども、本当は鈴木の当たりはライト正面、ピッチを出した今です。その裏です。2アウトランナー2塁で島内今日2本目のヒットがタイムリーになりました。これで3対0とすると、銀次は初球でした。これが今シーズンの第4号ツーランホームランでこの回3点を追加して5対0とします。5回です。マリンズの方はツーアウトながら2塁1塁、チャンスを作って2番のマーティン、今日2本目のヒットがタイムリー。今から1点を返します。でこの後満塁のチャンス、一発が出れば同点というところで4番のレアード、ここはレアードをサードフライに打ち取って今1点でしのぎます。6回です。先頭バッター角中ショート内野安打、ノーアウトランナー1塁で一発のある井上を迎えましたけれども、今ダブルプレーに打ち取りました。この後中村も打ち取って、まあ、美馬は6回97球被安打5、三振4つ1点、勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りました。7回は2番手のブセリッチです。ワンアウトランナー3塁1塁、マーティンのこの辺りで3塁ランナー突っ込んできますけども、3本間挟んでます。3塁ランナータッチアウトでセカンドランナーもセカンド戻りきれませんでした。5対1 4点リードで9回に入ります。この回先頭バッター中村に一発が出てマリンズが1点を返します。5対2、中村の今シーズンの第15号のソロホームランでした。ところで2アウトで最後マッチが出てきてマーティンを三振に取ってゲームセット。5対2、イーグルスがハード頭勝利しています。